どうもこんにちは。あきです。めっちゃ久しぶり。なんかカメラ向けて動画撮ってんのいつぶりやろ。お久しぶりです。なんかちょっとそろそろ動画作ろうって思って、インスタグラムの一斉コミュニティに投げかけをしたんですけど、結構なんか面白い質問がたくさん返ってきたので、それに回答する形でちょっと Q&A をやってみようと思います。めっちゃいい質問がいっぱいあっていいねってすごい思ったので、じゃあちょっと早速私なりの回答にはなるんですけど、質問に答えていきたいと思います。まず、そもそもフリーが何かわからない。何かやってはダメなことがあれば知りたい。自由に踊ってくださいって言われて、みんなここがわからんくなってしんどくなるんじゃないかなって思ったんで、めっちゃいい質問だなと思いながら見てたんですけど、そもそも自由って何？みたいなところから多分始まると思うから、なんかどうやって説明したらすごいわかりやすいんかなって結構考えてたんですけど、多分絵を描く感覚に近いのかなってって思いました。絵を描くって言っても水彩画もあれば、鉛筆だけで描いたり色鉛筆だけで描いたり、まあ、いろんな描き方があって、で何を描くかによってもこう目的が違うから、人物画を描く人だったり風景画を描く人だったり模写する人だったり、もう想像だけで絵描いちゃう人だったり、まあ、多分いろんなやり方があるから、文字通り自由なんやけど、だからこそ正解がないというか、どんなやり方をしてももう別に間違いじゃないかなっていうのは自分が思ってます。ダメなこと、やってはダメなことは一言で言うならないけど、その TPO によって変わってくるかな。なんか状況によってはやらない方がいいこととか、こうした方がいいこととかは多分あると思うんですよね。ここで聞いてることとしては、例えばどれぐらい踊ったらいいのかとか、こういうやり方しちゃいけないんじゃないかなとか、多分そういうのがあると思うんですけど、どれくらい踊ったらいいかとかはなんとなく周りの感覚に合わせてもいいと思うし、めちゃめちゃ乗ってたらそれ無視してもいいと思うし、ちょっと本当に場合によりけりですね。なんかそれをすごい自分が痛感したタイミングは、バルセロナで結構大きいクラブに行ったことがあって、まあ、ちょっと DJ の友達が回すからおいでよって言われたんで行ったんですよ。海外のクラブは結構そうだと思うんですけど、踊ると鬱陶しいみたいな空気がたまにあって、ダンサーがいない本当にクラブ好きの人がいるクラブに行くと、踊んなやみたいな雰囲気を感じたことがあって、なんかその時にここでフリーで踊るのはやっちゃダメだなってその時は思ったんで、その時の、まあ、会場とかいる人とか、なんかその場所に応じた楽しみ方ができれば個人的にはいいのかなと思います。すいません、なんか伝わってなかったら違いますってコメントしておいてください。次が、曲が静かになった時に何をしたらいいのかわからない。音に合わせに行きたいのですが、特徴的な音を探そうとすると動きが止まってしまうですと。まあ、これはめっちゃわかりますよね。多分ハウスやってる人全員ぶつかるポイントなんじゃないかなと。その速いスピードでステップを踏む練習ずっとしてるから、ビートがなくなった瞬間に、え、怖いみたいな感じになるのはすごい気持ちわかるし、私もそういう時期すごいありました。これで言うと、曲の聴き方と踊りのスタイルにもよるのかなと思います。で、まず曲の聴き方に関しては、一つ曲があるとして、まず、一番のベース、土台のところに、まあ、オンビートがありますと。5、6、7、8。で、その、8カウントはずっと続いてるんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8。ずっと続いてて、ベースがあって、その上に、まあ、メロディーラインが来たり、ピアノが来たり、楽器が来たり、ボーカルが来たり、みたいな感じで、まあ、こうなんか地層みたいに重なってると思ってもらって、で、曲が静かになるタイミングって、この一番わかりやすいベーシックな部分が隠れてるっていうイメージで持ってもらえると、曲が静かになったとしても、ビートは聞こえてないけどあるんですよ。だから、そこの曲の聴き方をちょっと変える。そんなにビート強くないのに、むちゃむちゃステップ踏んでたら違和感みたいな感じになると思うので、ビートがない時に自分がどういう表現の仕方をするかっていうところが、まず曲の聴き方で工夫できるところ。踊り方、例えば
こういう単調な踏み方をするんじゃなくて、その踊り方の幅をちょっと広げる、曲の表現も、まあ、単に足を置くんだけじゃなくて、まあ、かかとから入るのか、つま先から入るのか、外側から入るのか、まあ、ステップだけでいくとそうで、ただ個人的にはできるだけこのビートリズムをキープしたまま、まあ、例えば上半身で揺れるとか手を使うとかみたいなのができると、まあ、より表現の幅も広がると思うので、そのあたりの工夫をしてみると良いのかなと思いました。続きまして、ステップとステップのつなぎ目でリズムが切れるので、綺麗にリズムキープしながら踊りたい、こう自分でクリエイティブしていく、フリーで踊っていくっていう時に多分よく悩むポイントだと思うんですけど、多分考え方が足し算になってるんじゃないかなと思うんですよ。例えば絵を描くっていう考え方で言うと、赤色と青色をパキッと置いちゃうとどうしても粗さが目立つので、この赤と青の色味を混ぜるような動きをこう自分で加えていくと少し滑らかになると思います。練習する時にルーズレッグをしながら、どうやったらグラデーションを かけるような動きでシャッフルに持っていけるかなみたいな形で、まあ、ちょっといろいろテストしてみて、この流れだったら外から見ても違和感ないし、自分が踊ってても違和感ないしみたいなのが出てくると、そこのリズムの切れ感はなくなってきます。その馴染ませるのには少し時間がかかるので、このステップだけの練習っていうよりは、そのステップとステップをこう重ねる練習、こう色を混ぜていくみたいな練習がちょっと必要になってくるかなと思います。続きまして、最初に聞いた音ばかりに気を取られてずっと同じリズムで踊ってしまいます。これもね、めっちゃわかる。私もずっとそうだったんで、めっちゃわかる。これ私にすごい効果があった方法でご紹介すると、とにかくいろんなジャンルの曲を聴いてみてください。で、私はすごいソウル系のすごいボーカルハウスとかが好きなので、なんかやっぱそういう曲ばっかりすごい聴いてて、ソウルハウスの曲って結構そのさっき言ってた層が何重にも重なってる曲が多いんですよ。もうそのベースあってメロディーあって、まあ、楽器入ってきてそこにボーカルとコーラスとみたいな感じで結構層があるから、なんか割といろんな音取れるんだけど、逆にすごいちょっとビートの強いテクノっぽい曲になった時に、え、待って、なんか他の音全然聞こえへんみたいな感じになってたのが私の時の状況で、そんな感じじゃないかなっていう前提の音で話すんですけど、苦手なジャンルの曲とか聞いたりとか、ジャズとかヒップホップとかそういう曲もちょっといろいろ聞いてみると、曲の聴き方がちょっと自分の中で変わってきたので、まあ、ちょっとそれを試してもらえたらどうかなと。なんか、あ、この曲あんまり好きじゃないなってなったら、あ、なんで好きじゃないんやろうとか考えつつ、単調でとか、じゃあこの単調の中でどうやって他の音を取っていくかなとか、そんな形で少しずつ深掘りしていくと弾ける音が自分は増えてきたので、ちょっと試してみてください。じゃあ続きまして、タタッタンタタンみたいに軽くさらっと踏んでるステップなのに活かしてる、あの秘訣を知りたいです。私結構そんな軽い感じな、軽いさらっとしてる感じなんや。まあ確かに最近の踏み方はそうかもしれない。それで言うとですけど、軸と筋肉だと思います。なんか外側につける筋肉じゃなくて、体幹とかできるだけ骨に近い方の筋肉がつくように意識してて、体重が動くと、結構重いステップになりやすいけど、まあ、その軸を持ったまま足だけでステップするとこうさらっとするので、まあ、その軸体幹が多分秘訣かなと思います。もし特定のステップだったらごめんなさいそうなるとだいぶ答えちゃうかもしれへんけど、でも結構最近すごい体作りは気をつけてて、怪我絶対したくないのでってなったら、やっぱメンテナンスを自分でできるようにしておき置かないといけないし、必要な筋肉がないと絶対怪我したりすると思うから、その自分がやりたい動きに合わせて動けるような筋肉、体作りは最近すごい意識してます。続きまして、ネタが切れるとなんとなくハーフターンが多くなる、また音楽やリズムに関係なく体を止めたり意味ない、はい、それで輪つなぎをしてしまう。
まあ、なんか私個人的にはこれ結構いいことなんじゃないかなと思って、困った時に頼れる動きがあるっていうのはポジティブプラスだと思うので、まあ、それだけハーフターンが体に馴染んでるから、そしたらまあ無意識でも動ける動きみたいな感じだと思うので、その次のネクストレベルというか次に行くためにで言うと、ハーフターンと同じぐらい困った時に出てくるものを用意しておくっていうのがいいかなと思います。これをしようっていうのだけ用意しておいて、まあ、ハーフターンやった後に、あ、今ハーフターンやったから次はあれ次はあれ次はあれって思いながら、まあ、そこだけ集中しておくと困った時にそっちが多分出てくるようになると思うので、それの積み重ねで困った時ストックリストみたいなのが多分ちょっとずつ増えていくと思うから、それが重なっていくと無意識で動ける動きがたくさん増えてくると思うので、よりナチュラルに動けるんじゃないかなと思います。音楽やリズムに関係なくっていうところは、心理的になんか何かしなきゃ、何か見せてあげなきゃみたいに気持ちが捉えてて、なんかできるだけちょっと変化をつけたいっていう表れだと思うんですよね。さっきのハーフターンと同じ感じにはなるんですけど、自分が不安を感じた時にできる動きみたいなのを、まあ、ちょっとネタじゃないけど安心する保険みたいな、お守りみたいな感じで用意しておくと、できるだけ、まあ、その不安にならないようにさせるっていうのも大事なので、リズムとかに関係ないっていうのはちょっともったいないところだと思うから、切らさないでできる方法っていうのを探す、用意するとかでもいいのかなと思います。バトルとかでもそうですけど、ネタって言っちゃうと、まあ、ネタなんやけど、ネタを用意したとして、そのネタを自分のものに引き込めるみたいな、これをネタとして作ったものを自分の中に落とし込むっていうところまでできれば、もうこれはネタじゃなくて個性になるので、まあ、ここがすごい時間かかるんですけど、そこをできるといいと思うから、まあ、ちょっとなんかそういう安心材料として最初用意するっていう感覚でもいいかな。はい、ぜひちょっと試してほしいなと思います。でもなんかそんなに悪いことじゃないと私は思う。続きまして、困ることは同じようなステップばかり踏んでしまって音に合わせてついたくさん踏んでしまうことです。めっちゃわかる。私もなんか特にちょっとダンス離れると、もう自分の覚えてるステップとかがすごい引き出し少ないから、もうそればっかりやったりするし、なんか音がいっぱいあるとそこになんか追いつかなきゃみたいな感じになってちゃうことがあって、そういう時私は引き算をすることをすごく意識します。16ビートになってるところのその動きは8カウントにするとか、ちょっとなんか難しいな、書こう待って、ね、例えばですけど、これが1,2,3,4,5,6,7,8、 まあこれが8カウントだとします。ちょっと続きまして、先日のセミナーで教えていただいた膝を痛めないための注意点を改めて動画で教えていただけるとありがたいのですが、セミナーっていうよりあれですね、この間東京で本当にゼロから始めるハウスダンスみたいなレッスンをしたんですよ。で、その時にできるだけ長くハウスを踊ってほしいから、膝に負担のないダウンの仕方はこうですよみたいな話をしたので、それのことですね。 OK です。ちょっとこれじゃあ作ります。確か近しいこと言ってる動画はあって、なんかダウンのやり方とか、あと何だったかな、一個スペイン語かもしれないけど、バウンスのやり方みたいなのを作ったやつがあったはずなので、喋ってるのはスペイン語なんですけど、一応ちゃんと日本語字幕を CC でつけてるから、 YouTube の設定で日本語字幕ってやってもらったら一応同じ説明してるものはあるので、ちょっと動画ができるまではよかったらそちらをご覧ください。概要欄かとか貼っときます。音に合わせられず同じようなステップしか出てこない、どう動こうか考え出すと動きが止まってしまいます。やっぱなんか何しようって考えて踊る時ってあんまり気持ちよく踊れないことが多くて、私の場合は。なので、まあ、今の自分からどんな動きが出てくるんだろうぐらいの感じで、なるべく考えない方向に持っていけると自然と動きが出てきたりもします。すごい頭で考えてるとあんまり体が動かない。例えば考え事してる時に違う人からなんか話しかけられたりしても、あんまりその人の話聞こえないじゃないですか。
か。で、自分の頭を使ってる時って、その分なんか他の動きの機能とかもどうしても鈍るので、動きに集中させるために無意識に持っていく。自分がどんな動きを持ってるのかなっていう、ちょっと多分最初怖いと思うんですけど、身を委ねてみるっていう方法をやってみてほしいなと思います。感覚としては、ちょっと酔っ払ってる感じ。あんまり脳みそ動いてないな、みたいな感覚にできると一番いいんですけど、まあなんか実際にちょっとお酒を飲みながら揺れると心地いいなってなるのは、多分そのなんか脳があんまり動かなくなるからだと思うので、なんかその感覚をシラフでもできると、よりいいと思うし、なんかそれができない時は、ちょっとお酒飲みながらね、揺れてみてもらえたらなと思います。多分だからね、お酒飲んでると曲聴いてて楽しいっていうのは、その脳の働きがちょっと鈍るからだと思うんですよね。お酒片手にどうぞ。シンプルなことをやっていてもなんか踊れてる。単純に見えないように見せたいです。なんか私も常にそこをすごい意識してて、多分ここに関してはもう積み重ねしかないかなと思ってます。それをすごい感じたのが、2015年社会人2年目ぐらいに出たザ・ゲームなんですけど、それでトシヤさんとバトルをしたんですよ。で、私初めて1秒で、あ、負けたって思ったバトルで、もうなんか結構緊張してて、その時大御所さんで自分も全然若いし、うわぁなんかでもまあやるだけのことやるしかないしぐらいの感じでバトルの場所に立ってで、社会人になったばっかりだし、あんまり動けてもないし、まあ、とりあえず出すだけ出そう、みたいな感じで立ってたんですけど、曲なった瞬間、のとしやさんが先行で出られて、なんかルーズレッグのこの一歩目で、あ、負けたってすごい感じて、一歩にめちゃくちゃ重みがあって、動画が上がってるかな？上がってたらちょっと恥ずかしいけど、どっか載せときます。もう、ほんと下手くそですけどね、私も。もう、心も折れてるし、下手くそだし。もう、最悪なバトルですけど、まあ、お見せしますが。なんかね、あの一歩がめちゃくちゃ重くって、もうそれこそシンプルだけど、かっこよすぎた、はい、動きでした。と、私が多分一番正面から見てて、なんか、もう、なんか言葉にできないな。その一歩ですごい圧倒されて、たんですよね。多分としやさんもいろんな思いがあってあのバトルに臨んでたと思うんですよ。なんかそれがすごい凝縮されていて、ムーブになんかすごく気持ちも経験も全部乗った一歩だったので、なんかこのシンプルだけどかっこいいはその人が得た経験から生まれてくるものだと思うので、なんかもう積み重ねるしかないんだなってその時に私はすごい体感しました。なんかもうちょっとわかりやすく言うと、例えば本だけで学んだ知識で喋ってる人と自分の経験から出た言葉で喋ってる人って同じ内容を言っててもなんか厚みが違うなって感じる経験多分みんなあると思うんですけど、それに近い感じかな。自分の経験から溢れ出る重厚感みたいなのが出てくるので、なんかそっから私はものすごく経験することにフォーカス、よりフォーカスした気もしますね。あ、なんか薄っぺらい知識得たところで、お手先の技術得たところで、あ、こんなんされたらかなわんもって思ったから、まあ、自分もできるだけたくさんいい経験積ん で、その自分が得た経験をちゃんと自分のものにする、しっかりと咀嚼するっていうのがすごく大事だと思うので、もうその積み重ねかなと思います。まあアドバイスなんていうのもおこがましいですけど、自分が言える伝えられることとしては、自分が感じた経験に意味を持たせるっていうことを重ねていってもらえるといいのかなと思います。なんとなく過ごしてると経験も薄くなっちゃうので、その経験に厚みを出せるかどうかは自分の捉え方次第だと思うから、そこの繰り返しを常にやっていくと絶対にそうなれると私は信じています。でもなんかこれって別にダンスだけじゃないので、ダンス以外にも日常でいろんな経験してると思うから、まあその経験も含めて自分の人生として、で、人間の厚みが増えると踊りにも厚みが自然と増えてくるから、なんかそこはダンスに限らず、まあ多分されてると思うんで、私が言うのもなんなんですけどって感じですけど、まあ私はすごくそこを常に意識してきました。一緒にシンプルだけどかっこいいを。目指しましょう。ラスト。これもね、またちょっと深いな、深い
ところまで来てると思う質問なんですが、あ、リズムに変化をつけようとか、まあ、次このステップ入れようとか、左脳を使い始めるとリズムよりムーブに意識がいって乱れる。多分これね、みんなあると思うんですよね。しっかりとなんかゾーンに入れてたらあんまりないんですけど、うん、なんか左脳が右脳を邪魔するみたいなこと多分みんなめっちゃあると思う。なんかもう多分そこが、そこの回数が多いんだとしたら、もう多分あと一歩でタイミングつかめそうだな、これ見て思いましたが、もしかしたらですけど、まあ、そのこの現象が結構頻繁に起こるんだとしたら、リズムを取ること自体もある種左脳で踊ってる可能性があるかなと思います。右脳で踊れるぐらいにリズム取りが深くまで染み込んでないのかも。そこに持ってけてない、持っていけない心理状態の時もあるかなと思うんですけど、例えば緊張する環境とか頑張って見せなきゃみたいに考えてる時は、やっぱりなんかそこにうまく意識を持っていけないところもあると思うので、ちょっと地味なアドバイスなんですけど、多分そこまで来たら一回ベーシックに戻ってみてもいいのかな。私も同じような状況が無意識下でやれてないから途切れるんだなって思ったので、なんか感覚としては呼吸してるぐらいの感覚にリズム取りを落とし込めるぐらい、ちょっと繰り返し練習してみるとここ結構解決されると思います。ただむっちゃ練習プロセスとしては思んないですけど、でもかなり変わるんじゃないかなと思います。なんか本当にこんだけ自分で認識できてるってことは、じゃああと一歩だと思うので、ちょっと一回地味練してみてほしいなと思いました。これを見て、あ、長くなった。総じてすごい思ったのが、やっぱり皆さんすごいダンスのスキルとか知識持ってらっしゃってて、でなんかつまずいてるのがダンス力なところが結構面白いなと思って、多分今ラインナップが揃ってるけど、そこを自分に使い込むところまでが難しいのかなっていう風にも感じました。ここの部分ってちょっとなんか難しいんですよね。こうスタジオとかでやってるダンスレッスンだと地味なところついてくの難しいと思うので、積み重ねなところがあるからちょっと根気もいるし、でもなんか私もすごいここで悩んでたっていうところがいっぱいあったので、めっちゃ気持ちわかりますね。でもなんか本当あと一歩で多分心地よく踊れるようになるんだろうなって、なんか月1ぐらいだけでもこの基礎力、ダンス力みたいなレッスンやろうかな。普段の練習というか、まあ家で練習するぐらいのレベルでできるから、この染み込ませ練に関しては。なんでなんか別にスタジオとかわざわざ取らなくて、家でできるぐらいの基礎練レッスンみたいなってちょっとこれ見て思いました。自分もなんかいつでも踊れるように体づくりはすごい意識してるんですけど、なんか筋肉だけじゃなくてこのリズムキープとかのところは日常で取り入れる方が向上するので、なんかレッスンとか一緒にやるからできるみたいなところもあると思うから、せっかくやしちょっとなんかフリースタイル強化みたいな感じで月1レッスンみたいなオンラインでしよっかな。だいぶ思いつきで喋ってますけど、なんか最近の自分のモチベーションとしてはあんまり変わってないんですけど、こう健康的にヘルシーにいるために踊ってる部分もあるので、すごいそれは身体的な部分と精神的な部分とどっちもあるんですけど、まあ、なんかそんな感じで無理なく続けたりできる方法を最近いろいろ探してるので、まあ、そういうところもシェアできたら、はい、いいなと思ってます。別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。